はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回はね、久しぶりに、ワンピースの、フィギュアを紹介したいと思います。もうねサムネとかで分かっています通り、こちらをご紹介したいと思います。ボッ、でっけえ賞もめっちゃ重い。はい、ちょっとね今更感はあるんですが、もうねすでに当の前に、何を言ってんだか分かんないけど、結構前にねもうすでに発売されていた、POP、はい、こちらのね、マキシマムシリーズ、そちらの海峡のジンベエ、はい、こちらをね、今回、ご紹介したいと思います。自分ね出てたの知らなかったんですね、このジンベエね。なのでね最近になって気づいて、わ超出来良さそうと思って買おうと思ったらプレミア値段じゃん。なのでねなかなか手が出なかったんだけどね、まあ頑張って出せる範囲でなんとか買えましたね。はい、いやほんとこれ重くてね、で箱がめっちゃでかいよこれ。手と比べればわかる通りね、あのね POP のあのギアフォースのバウンドマンのルフィ以上に多分でかいと思うんだよな箱。うん、いやこれは予想以上あまり重くてね、こう出すときねこう段ボールから出してこう持ち上げて、そしたらスルッて落ちてテーブルにバンって当たって、あの左下のカードがベコってへっこんじゃいました。ベコってへっこんじゃいましたね。いやそんぐらい重くて、いやちょっとへっこんだの痛いなと思ったんだけどね。うん、一応これ未開封品ということで購入しました。はい、まあね一応これを開封していくんですが、結構ね、他の方に言われることがありましてね、開封するのもったいなくないですかみたいな、感じで言われることがあるんですが、まあね自分のようにね、開封してねお見せするっていうことで、そういう動画がね、需要があると思うんですよね。うん、要は未開封で撮っときたいけど、実際どんなものかっていうのをねいろんなアングルから見たいっていう人に需要があるんで、私みたいな、開封レビュー者がいると、はい、そういうことですね。まあ自分はね中には、ちょっと開封ためらうものもあるんですがね、うん、まあそこはやっぱりね、ちょっと皆さんにも、いろいろとね、見てもらいたいなっていうのがあって、開封してますんでね。はい、ということでねこちらも、うん、未開封だけど、まあ開封してね、皆さんと一緒にね、ちょっといろいろな角度から見ていけたらなと思います。はい、では早速ね、まあブリスターの状態まで持っていく前にちょっと箱だけ見るっつってもほんとでけんだよな。ほんとね、これでっけんだ。これどうしてもね、にんともかんともいかんのよ。はい。いや、すげえね。はい。いや、でけえ。箱がでけえ。はい。もう、こうこうだな。こんな感じでね、ではちょっとねブリスターの状態まで持っていきましょうか。はい、はい、一応ね箱の状態から出しました。いやめっちゃほんと重いわこれ。あのねとりあえずもうなんだろうね、もう容量が大きいから多分中に詰まってるこの肉好きっつうのかな、それもあってねめっちゃ重いわこれ。ジンベエ自体がすっげえもう
巨漢だからね、うん、だからその分重量も半端ないこれで、ちゃんとねここら辺がペコっていかないようにスポンジかましてありますしね、そんぐらい重いですね、はい、で、まあこれはよいしょ、まあ二重構造になっていましてね、こちらに台座と台座だけですねはい、ということでね、こんな感じで、うん、入ってますね。では早速ね、実物見ていきましょう。はい、開封し終わりました。いやー、ほんと重いなーこれ。はい、では見ていきましょう。じゃじゃん、やばいっすねこれ。出来がとにかくすっごい、これうわ似てるわ、すごいよくできてる。この水かきとかもすごいよね、すっげーわ。でこの台座の水しぶきね、これもすごいね、細かいグラデーションとかちゃんとされてるし、いやーすげえ、よいしょ、いやー細かいところもよう再現されてますよ。ここからじゃ見えなかった後ろ姿、もうねマントのシワとかの再現がすごい、このシワの表現がすっごい丁寧に作り込まれてる。いやーすげえなー、本当に圧巻ですよこれ、言葉が出ねえぜ。いや、なんで俺これ出てんの知らなかったんだろうっていうぐらいもう後悔してますね。ちょっと高くついちゃったけど、まあ手に入りはしましたけどね。いやーすげえわ、かっこいいよなジンベエも。一応ソーダ酒ですからね、麦わらで一味ので、こう、うん、おまけショットちょっとお見せしたいと思いますね。はい、じゃじゃん、ふんどし、ふんどし姿も再現されてるって、これ見れないですよ、ほんと漫画でもそうそう見れないな。まあ、あのフィギュア自体こうね下から覗くっていうのはね、普通は女の子フィギュアでやるもんですけど、まあもうねふんどしを見ても全然なんともあれですけど、いやかっこいいわ、ほんとすごい。じゃあね、お決まりのね、回転台座に乗せてね、乗せれるからこれ、重いしでけえからな、まあ、とりあえずちょっと、やれたら乗せてみましょう。はい、ということでね、今回は、以上で終わりたいと思います。まあ、続々とね他の、ジャンプフィギュアとかもね紹介していきたいと思います。はい、この機会にねぜひ、チャンネル登録、またはいいねボタン、グッドボタン、あとねコメントいただけましたら返信させていただきます。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。